こんにちは、3000フィットネストレーナーのゆみです。この動画では腱鞘炎の時のトレーニング方法についてお伝えしていきます。腱鞘炎は産後のママさんにありがちな症状だと思うんですけど、本当に辛いですよね。私も産後8ヶ月ぐらいの時に腱鞘炎を発症して、左手のここの部分がとっても痛かったのを覚えています。そんな時でもやっぱりトレーニングをしたいっていう思いがある時もあるかもしれないんですけども、手首の痛みを悪化させずにどうやってトレーニングしていったらいいかっていうのをお伝えしていきたいと思います。まずはじめにプランクですね。プランクは体幹を鍛えるためにとっても良いエクササイズなんですけども、このようにやると手首が痛いっていう方が多いと思うんですけども、こういう時はもう本当にシンプルに肘つきで行って見ると良いです。同じようにサイドプランクですね。サイドプランクでも手首が痛くなることがあると思うんですけども、これも肘つきで行っていきます。次に腕立て伏せですね。腕立て伏せは産後間もない方にはこういった形でウォールプッシュアップから行うように私はご指導させていただいているんですけども、どうしても手をつくので手首が痛いという方が多いと思います。でウォールプッシュアップで鍛えられる筋肉は手幅を狭く行った場合はここの上腕三頭筋ですね、二の腕の後ろ側、それから幅広く取った場合には大胸筋から肩の前側にかけて、それから少し二頭筋、ここのね力拳も使います。三頭筋と大胸筋と二頭筋をボールプッシュアップなしでどう鍛えていったらいいかっていうことをお伝えしていきますね。壁や床に手をつけないとなると必要となってくるのがこういったバンドですね。こういうミニバンドでもいいですし、長いものがあるとよりいろいろと活用できます。はい、では一つ目に三頭筋の鍛え方ですね。こういったミニバンドを使った時のパターンをお伝えします。はい、まず縦膝になりますね。右手を鍛える時のパターンからお伝えします。右足だけ立てて足にこのようにバンドを通します。で、このバンドこうやって輪っかになってるんですけども、前の方から通してあげます。はい、でちょっとねこう傾いてしまうんですけど、で肘を曲げて体側にできるだけつけていきます。左手を床に下ろしてあげます。で、肩から肘は完全に動かさない状態から腕を伸ばしていきます。で、戻す、伸ばす、戻す。で、これもしこうやって手首が曲がっている状態が痛かったら、こんな感じでくるりんと巻いてあげて、こんな感じで行うっていう手もあります。はい、結構食い込んでちょっと痛いかもしれないんですけど、はい、はい、上腕三頭筋を鍛える2つ目の方法ですね。こういったドアノブに結びつけますと、どういう形のドアノブがお家にあるかによるんですけども、ちょっと一周こうやってくくりつけてあげて取れないようにして、ポーズはですね、右腕をやる場合は左足前に出して、で右手を上から入れます。でこのままやってもいいんですけど、ちょっとねくるってなっちゃったりするので一周巻くといいです。ちょっとね強度が強くなっちゃうんですけども、こうやって巻いてもらっていいとこ探してもらって、で吐きながら伸ばす、で吸って曲げる、吐いて伸ばす、吸って曲げる。首がすくみすぎないように気をつけます。でね、こう戻すときにバンドの威力でピョンって戻ってこないようにゆっくりと抵抗しながら戻ってあげます。はい、3つ目の方法は長いバンドを使う方法です。さっきと同じなんですけども、長いバンドの方がちょっとドアに近づかなくて済むので、こんな感じで伸ばしてもらって、で腕に一周して、で肩から肘を体側につけて、反対ですね、足で伸ばしていきます。吐いて吸って吐いて吸ってっていう感じですね。
はい、プッシュアップで鍛えられる2つ目の筋肉は大胸筋ですね。はい、これもバンドで鍛えられます。まず一番伸びやすいバンドか1番目から2番目ぐらいのミニバンドを取ってかぶります。ね、かぶっちゃいますね。ちょっとくるくるするの で胸の上ぐらいにつけてあげます。で、横になります。はい、で、横になってこうやってやっていくんですけども、親指にかけると痛いっていう方は中指から小指にかけてをガシッ入れます。で、グーでキープするっていう感じですね。で、肘開いて腰ちょっとだけ反らせながら吐きながら伸ばす。吸ってゆっくり戻す。吐いて伸ばす。吸ってゆっくり戻す。で、注意点なんですけども、腕を伸ばした時に腕がクッって曲がらないように気をつけます。まっすぐですね。肘から拳までがまっすぐをキープするようにしましょう。で、バンドの勢いでフッで早く戻さないで抵抗しながらゆっくり戻してあげます。はい、で、これ長いバンドでやっても大丈夫です。長いバンドでやる場合はこうやって脇の下に通してですね、で、寝っ転がって、で、くるって手首に通してあげます。で、同じことやっていきますね。こんな感じです。で、あんまりこれだと効かないっていう方はもうちょっと手首に回して短くしてやってみるといいかもしれないです。かなり腕に食い込んじゃうんですけども、もしくはこういう取っ手付きの取っ手が付けられるバンドをお持ちの場合はそれでやってみてもいいと思います。取っ手の持ち方を変えたりなんかして工夫してみてください。大胸筋を鍛える2つ目の方法です。今度またこうやって長いバンドをドアノブにくくりつけてもらいます。それで腕を通して、で、親指腱鞘炎の方は親指こういう風に通すと痛いと思うので、中指から小指にかけてこうやって通してもらって、グーを作って、このまま脇を引いて前に曲げて伸ばす。で、この時に体幹がぶれて腰が反りすぎないように、ふう吸って吐いて、で、これでも痛い場合は腕こういう感じで巻きつけてちょっとやってみてもいいと思います。はい、胸に効いてるかね、ちゃんと確認しながら自分にとっていいポジションを探してあげてください。はい、次は二頭筋、力拳を鍛えていきます。またミニバンド使います。で、右足を前に出して、こんな感じで足の下に置きます。で、縦膝になって、もし膝が痛い場合はタオルで敷いてください。はい、で、手を通すんですけども、手痛い場合は中指から小指までを通してグッて掴みます。で、肩から肘は一直線上で体側にぴったりくっつけます。で、この状態から吐いて吸って曲げ伸ばしていきますね。吐いて吸って、で、体幹つけてこうやって勢いでやったり、あと伸ばすときビヨーン伸ばさないようにゆっくりと抵抗しながら行うようにしましょう。で、二頭筋を長いバンドでも鍛えられます。長いバンドの場合は立ってバンドを踏みます。こんな感じで輪っかをついて、で、ここから先と同じように肩から肘は体側にくっつけて吐いて吸って吐いて吸ってですね。で、これだと手に食い込んで結構痛いので、タオルをここに敷いてもらったりとか、もしくは腕に巻きつけて片手ずつやってもらっても大丈夫です。ただこれも結構食い込むんで痛いんですけどね。もしくはこういう取っ手付きのものがあったら一番いいんですけども、これでね、同じことをやっていく感じがいいかもしれません。はい、横から見るとこんな感じ
ね。で、親指が痛い場合は中指から小指だけ入れてもらって調整してみてください。はい、腱鞘炎対策のトレーニング方法でしたが、ぜひ取り入れられるものから取り入れてみてください。あとは普段の生活でも腱鞘炎を悪化させないように気をつけられることがあると思います。例えば赤ちゃんの抱っこ方法なんですけど、これすっごいちっちゃい赤ちゃんなんであんま参考にならないんですけども、こういう脇抱っこをするとどうしてもここの骨に負担がかかるので、どうしてもね難しいと思います。沐浴の時とかはね、こういう抱き方をしなきゃいけない時も多いと思うんですけども、なるべく肘に乗せたりしてこうやって抱っこするとか、もしくはもうちょっと大きなお子さんならこっち来てねって口で声かけて来てもらって、ここから抱っこするとか、まあ、どうしてもこうやって抱っこしなきゃいけない時があると思うんで、しょうがないこともあるかもしれないんですけども、できるだけ普段脇抱っこをする機会を減らしてみるといいと思います。あとはスマートフォンですね。授乳をしながらとか、こうやって片手でねいじっちゃったりすることがあると思うんですけども、結構大きいじゃないですかスマートフォンって。で、大きいものをこうやって片手で、女性の片手で支えること自体がここに負担がかかるだけじゃなくて、結構こういう伸びにくいところまでストレッチかけちゃうので、それも痛める原因になるんですよね。私も結構これで痛めたと思うんですけども、でなるべくねこう両手で持つようにするといいかもしれません。はい、こういうね生活のちっちゃいことも響いてくるので、ぜひ気をつけてやってみてください。はい、皆さんの腱鞘炎がすぐ良くなるようにお祈りしております。このチャンネルが気に入った場合はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた。